こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？今日はオーリングテストについて詳しくお伝えしたいと思います。まずね、オーリングテストとは何か、それからオーリングテストの歴史、オーリングテストの便利な使い方、実際どのようにやるのか、それからオーリングテストの注意ポイント、よくある間違い、それからオーリングテストが得意になりたい人、達人級になりたい人に、これ使いこなせると本当に魔法使いレベルで便利だし、嘘を見抜けますからね、人に騙されなくもなります。めっちゃいいです。で、ラストはオーリングテストの応用編で近反射テスト、こんな順番でお伝えしてみたいと思います。ではスタートです。まずオーリングテストとは何か。オーリングテストとは何か、あなたが確かめたいこと、答えが欲しいことに関して、あなたの筋肉の筋力の反射を活用して正しい答えを知る方法。意味わかりませんけどっていう人も、このままもうちょっと見続けてください。後で実際にどのようにやるのかっていうのをね、お伝えしますから、それ見ていただいたら、おお、なるほどってわかります。なので、このままもうちょっとだけ辛抱してみてください。オーリングテストの便利な使い方なんですけどね。そうだな。私がよく使ってるのはね、家の中で印鑑がどっかに行っちゃった時。で、その時にどうやってるかっていうとね、一人オーリングテストのやり方、後で紹介しますが、そのやり方を使って、まず、うちにはマンションの中に4部屋あるのでね、この4部屋のうちのどの部屋の中に印鑑があるかなっていうのを、この部屋ですか？あっちの部屋ですか？って一つずつオーリングテストで確認するわけです。イエス、ノーを出していくわけです。そして、あ、あの部屋の中だ。っていう答えが分かったら、今度はその部屋の中で、あのタンスの中ですか？あっちのクローゼットの中ですか？バッグの中に入ってますか？っていうふうに、一人でオーリングテストで、また確認をするわけです。そして、なくし物、探し物を見つけたりします。これ結構便利でしょ。この前ね、実はね、お財布を、どこかの出先で置いてきちゃった。家に帰ってみたらバッグの中に財布はないやんっていうこともあったんですよ。この時も同じやり方で私お財布を探しました。その日、どことどこを回ったかなっていうのを思い出しながら、一つずつあそこでお財布落としたかな、あそこかな、あそこかなって順番に一人でオーリングテストをやって、あ、わかった。あの喫茶店だ。そして、その喫茶店に電話をしました。で、実は何時何分頃にお宅の喫茶店に行かせていただいたときに、そこにお財布を置き忘れてたみたいなんです。そしたらお店の人が、どんな色と形のお財布か言ってみてください。で、私はこんな感じでってお返事したんです。そしたら、ああ、確かに、そのお財布、別のお客様が見つけてくださって、カウンターの方へ届けてくださったんで、お預かりしてます。取りにいらしてください。お待ちしてます。ということでした。こんな風にして、どこにお財布があるのかを探す。こんな風にも使えて、ほんとほんと便利なんですよ。他にもいろんなことがわかります。はい。続いてね、オーリングテストの歴史。まあ、歴史については別に知らなくてもいいっていう人も多いかもしれないけども、これもともとはね、何千年も昔、中国が発祥です。オーリングテストっていう名前は、後でやり方しっかりお伝えしますが、この OK の O っていう字をこう指で作って、でテストをするので、オーリングテストって言います。だから、この名前は、どこか欧米で、誰かが名付けたんでしょうね。けれども、もともとの歴史は中国。そしてね、誰が使っていたかっていうとね、当初は漢方薬とかハーブ、薬草ですね。それをね、調合するような人
だから、大昔なんで、まあ、シャーマンだったりとか、今風に言うと薬剤師さんですね。この職業の方がね、例えば A さんっていう患者さんが来られたら、どの薬草がこの人に合うかなっていうのをボーリングテストでチェックしたんです。で、例えば A という薬草と B という薬草を混ぜたい。こんな場合もね、混ぜてさらに効果が高まるのか。あるいは、相克って言ってね、陰陽五行で出てくるんですが、薬草の成分が混ぜると打ち消しちゃってしまうかもしれない。こういうようなことをオーリングテストで調べてました。まあ、そこから派生してね、例えば風水師なんかの人が使ったりとか、いろんな歴史があります。なのでね、スピリチュアルっていうよりも、筋肉の反射を使ったテストなので、どんな人でも簡単にできますから、便利に使うと本当にいいんですよ。おまじないとか占いとか、多分そうだろうとかそういうもんではないんです。はっきり答えも出ます。なのでめっちゃ便利です。はい。じゃあ歴史の話はここまでとして、続いてオーリングテストの実際のやり方についてお伝えします。めちゃめちゃ簡単です。通常は、自分一人ではなくて、誰かもう一人、測定をしてくれる人に依頼して、ペアでやります。つまり、テストを受ける側の人、テストをする側の人、っていうことですね。で、どんな風にやるかっていうのは、この後、うちの講師の人や師範の人にちょっと協力をお願いして、撮らせていただいたんで、その動画を見ながらご説明しましょう。オーリングテストはこのように OK の O の文字を作ります。そして指を人差し指と親指キュッとくっつけて若干力を入れます。そしてもう一人の人が指と指を引き離すようにちょうど水平に引っ張ります。この時のコツは斜めに引っ張ったり引き上げたりしない。そう、真横に引っ張って開けます。で、これ何をしてるかというと、最初のオーリングを作ってる人の手の力を、加減を確認しています。なので、オーリングの形を作ってる人は、あまりに力を入れすぎて抵抗しない。で、これぐらいの力で引っ張ると、この人の手はパカッと開くんだなーっていうのを最初に確認します。はい、OK です。じゃあ続いて漢方薬で試してみましょう。オーリングを片手で作ります。これ利き手じゃない手の方がいいと思いますが、どちらの手でもいいです。そしてもう片方の手に今漢方薬の顆粒のお薬を乗せました。この人にこの漢方薬が合ってるかどうかっていうのをオーリングで調べてみましょう。飲むとさらに体調が良くなる場合は、この OK マークの O がガチッと強く力が入って、引き離そうとしても結構力を入れないと引き離れません。一方、この漢方薬がこの人に合ってない場合は力が弱まるので引き離そうとすると簡単に離れてしまいます。じゃあ早速やってみましょう。はい。おー、しっかり入ってますね。おー。はい、ありがとうございます。ということは、この漢方薬はこの今手が映ってる、この男性の体に合っているっていうことになります。続いて2種類のお塩で実験してみます。左側が精製塩、右側はブランドが見えないように裏返してますが、ちょっと上等なお塩です。この2つでどっちがどういう結果が出るか実験してみましょう。ではまず片方の手に精製塩を乗せ、もう片方の手で OK マークを作ります。そしてこの実験をやる前もね、毎回毎回答えがイエスの場合はガチッと力が入る、ノーの場合は力が抜ける、あるいはその逆などルールを決めてから行ってください。はい、では今回はイエスの場合では力が入る、つまり O が崩れない。で、脳の場合は引っ張られると力が入らなくなって抜けてしまうっていう風に設定して行います。
では、お願いします。はい。左右に引っ張ります。お。お。しっかり力入れてください。あれ。結構パカッと開いちゃいますね。はい。では続いて、ちょっと上等な、いい天然塩でやってみましょう。ありがとうございます。はいはい。はい、いいですね。はい、お願いします。おー、おー、かなり力入れてるけど、うん、開きませんね。ということは、この天然塩は、この男性にとって、とても体にいい、食べると健康になる、っていう答えです。以上が、ボーリングテストの実験でした。というわけでいかがでしたか？ボーリングテスト。二人でやるのはあのようにやります。結構便利でしょ？自分にこのお薬合ってるかなとか、あるいは、どっちの食品の方が自分にとって体が元気になるのかな、いいのかなとかね。あるいはスーパーで何か買い物をするときに、添加物入ってませんっていう表示でもね、無添加って書かれてても、実際嫌な話、表記のトリックで添加物が入ってるような、そういう食材もあったりします。これを本当に入ってますか入ってませんか ?Yes, No. うん。こんな形でチェックすることもできるんですよね。はい。で、やり方としてはね、いやー、辻さん、そんな誰かに手伝ってもらって指を引っ張ってもらわないとできないなんて、めんどくさいじゃないですか。一人の時もやれたらいいのにって思いませんでした？そうなんですよ。これ一人でもやれる。やれるんです。なので、今から一人でやるやり方お伝えしますね。はい。まず、あなたの手。利き手でも利き手じゃない方でもどっちでもいいので、オーリングなんで、こういう OK サインを作ってくださいね。それで、何も測定しない段階で、まずルールを決めます。イエスだったら力が入る。うん。ノーだったら力を入れようと思っても力が抜けてふにゃっとなる。これをまず決めます。この逆でもいいです。イエスの場合は開く。ノーの場合は力が入る。こういう設定もできます。まず何もない段階で必ずルール決めをしてください。私の場合は通常イエスだったら力が入る。ノーの場合は力が抜ける。という設定でやってます。はい。でね。片方の手でこのようにして OK サインを作るでしょ？そしたら、この私の指を両側から引っ張ってくれる人の代わりに、私はどのようにやってるかっていうと、こっちの手でこんな形を作って、ここに差し込みます。そして、左右にこう、開く。この開く力と、こっちの指の抵抗する力。この力加減で、イエスノーを測定します。イエスだったら、私がこっちの手で、開こう、開こう、開こうとしてもなかなか開かない。ノーの場合は、こっちの指先で指を開こうとすると、パカッと開く。力が入りにくくて、簡単に開いちゃう。うん。これで測定しています。こんな感じね。めっちゃ簡単です。なので、人に、見つからないようにそーっと測定したいときは、こうやってデスクの下とかでやってもいいしね。別に向きはこうやって指を立ててこうやらなくても、逆さまでも、どんな向きでもやれます。はい。他にはね、例えば自分の手のひらのこの辺を指で押す。押したときに、イエスだったら痛くない。脳だったら痛いです。とか、なんかルールを決めるんです。そんな風にしてここを押すというようなやり方でもいけます。とにかく筋肉の反射を使ったテストです。なので、必ずしもこの O の形を作って開くっていう形を取らなくてもやれます。はい。で、自分でいろいろ調べることができるっていうわけですよ。便利でしょ？じゃあ、続いて、オーリングテストの時の注意ポイントをお伝えします。
ここね、分かってない人が案外多い。うん、なので、ここ大事です。今から言いますね。オーリングテストをするときは、必ず、イエス、ノーの答えがはっきり出るような質問をする必要があります。それから、このイエス、ノーに関しては、もしここに100人の人がいたら、100人全員がイエスっていう答え、100人全員がノーっていうような答え、こういうような質問をしなければいけません。じゃあ、いい例と悪い例で説明しますね。高橋さんは30歳ですか？これは、はっきりイエスかノーが出る答えです。そして、100人中100人が、そうですよ、もしくは違います。っていう答えです。なので、オーリングテストができます。山田さんは東京都に住んでいますか？これに関しても、yes, no ではっきり出ます。だから、質問として有効です。この食品には食品添加物が入っていますか？これも yes, no ではっきり出ます。この野菜は無農薬ですか？これに関しても、完全な無農薬であれば yes と出ます。少しでも農薬が使われていれば no と出ます。なので、テストできます。私がなくした印鑑は、あの部屋にありますか？ Yes, No。はっきり答えが出ます。こういうような、Yes か No で、はっきりと答えが出るような質問をする。これが大事です。じゃあね、逆にはっきり出ないような質問ってどんなんだろう？こんな感じです。中川さんは正直な人ですか？川崎さんは優しい人ですか？これね、どちらの質問も人によって答えが変わるでしょ。間違いなく正直な方ですよっていう人もいれば、正直かどうかよく知りません。あの人とそんなに親しくないからっていう人もいるかもしれませんよね。あの人は優しい人ですか？もう、めっちゃ優しい人ですっていう人もいるかもしれないし、優しい人かな？どうだろう？わかんないですっていう人もいるかもしれません。こういうように曖昧な答えが出るものはオーリングテストはできません。ということは、例えば、この宝くじは当たりますか？これも無理ですね。私が買った馬券は当たりますか？これもまだレースが行われていない未来のことなので、わかりません。答えが出ません。あとは何があるかな？そう。この果物は美味しいですか？これも人によって美味しいと思う人と酸っぱいなとか、これ好きじゃないなって思う人といるので、こういうのも聞けません。あの株は上がりますか？下がりますか？これも聞けませんね。あの投資をやっても大丈夫ですか？これもわかりませんね。こんな感じです。けれども、逆に言えばこういう質問はできますよ。例えば、あなたのもとになんかうまい投資話が来たとしましょう。その投資話が明らかに間違いなく詐欺であったり、悪意を持ってあなたを騙そうとしているようなインチキである場合、これは、この投資の案件は大丈夫ですか？それとも、危ない詐欺話ですか？これでイエス・ノーがはっきり出ます。じゃあ、今のこの話で、こういうケース。あなたにその話を持ってきた人。例えばあなたのお友達とか、知り合いの人。この人が、それを明らかに詐欺の案件だと知っていながら、あなたを騙そうとした場合。あなたは話を聞きながら、ちょっとこっそりとバレないように、オーリングで、この話は大丈夫ですか？詐欺じゃないですか？ってチェックすることができます。で、仮にですよ。この詐欺話を持ってきたその人ご本人も、
それが詐欺だと気づいておらず、騙されていると気づいておらず、その人に悪気がなく、本当にいい話だと思い込んで、あなたにいい話をしているとしましょう。この場合、見分けがつくのか。つきます。うん、その話そのものが詐欺案件だった場合は、これは詐欺ですか？どうですか？詐欺でイエスで入るっていう設定だったら、がっちり力が入ります。そして、うん、もしも詐欺じゃない話だったら、パカッと開きます。そう、あなたに話を持ってきた人が、明らかに最初からあなたを騙そうとしている人なのか、それとも、その人そのものは悪い人ではなく、良かれと思ってあなたに話をしている。しかし、その人も騙されているのか。この場合でも、答えは一つです。結構いいでしょ。いいでしょ。これ使えるんですよ。だから私はやっぱさっき言ったようにね、何か探し物とかなくし物、これ結構使います。それから、うわぁ、この話ってどうなんだろう。この人本当のこと言ってるのかな。あるいはその人自身は、うん、私を騙すつもりなくても、その人もひょっとして騙されて思い込んじゃってるのかな、みたいな時にも、こっそり使ったりします。はい。というわけで、ここまでをまとめると、スコーリングテストは、イエス、ノーではっきりと答えが出る、そういうテスト、うん、そういう質問ならば、うん、正確に答えが出ます。それから、未来予測はできません。で、占いではもちろんありません。さらに言うと、プラシーボ効果的なものでもないです。例えばね、さっきの、うん、この食品は安全ですか？添加物が入ってますか？危険ですか？こういうような質問をしたいときに。測定をするあなた自身が、うん、いや、これは絶対安全に決まってる、いいものに決まってる、と思いながら測定する。うん、そうすると、うん、確かに答えがブレたりはするんですよ。精度が下がります。間違った答えが出やすいです。が、それは測定者の問題であって、測定者がブレておらず、ニュートラルで、無の心というか、無心で、静かに穏やかな状態で、どっちの答えであってもいい。というような精神状態で、正しく行った時には、正しい答えが出ます。はい。じゃあね。続いてです。ここまで聞いたらね、もうね、ボーリングテストの達人になりたくなったでしょう。どうやったらボーリングテストの達人になれるかっていう話に行きますね。ボーリングテストはさっき言ったようにコツが必要です。コツはさっき言った通りです。あなたが無心でニュートラルであること。ニュートラルな自分の精神状態を作ること。心を整えること。整えた上で、イエスのどっちの答えが出ても私は受け入れる。という前提でテストを行う必要があります。そうすると、綺麗に正解が来ます。ところが、人間なんで、ブレる時があるんですよね。例えば、私はこういうようなテストも時々使います。友達の親御さんが、がんなのか、がんじゃないのか。今診断待ちなんだけど、怖くて怖くて、陽子ちゃんに電話しちゃったの。って友達が言ってる。でも診断結果はもうちょっと待たないと。一週間後にしか出ない。こんな時に、テストすることができます。これはイエスノーではっきり出ます。だけども、テストする私が、うわぁ、友達のお父さんだもんな、健康であってほしい、絶対に悪い結果が出てほしくない、っていうのブレブレでボーリングテストをしたら、答えも間違いやすいです。私が望んでる答えが出やすい。うん、もしくは、このようにして、こうやってね、力加減を見るんだけど、中途半端な曖昧な感じで、イエスともノーとも取れがたい。なんかやっても
これイエスかなノーかな、ちょっと半端だなみたいな力の入り方になって答えが出ないんです。なのでボーリングテストのコツは、ボーリングテストをやる人ができるだけどっちの答えであってもいい、真ん中、ニュートラル、中庸である、無心であること、雑念がないこと、執着心がないこと、執着を一時的に横へ置くことです。これが正確なテストの結果を出す秘訣になります。じゃあ辻さん、どうやったら正確なテストが出るようになりますか？なんか練習方法とかないんですか？ありますよ、あります。お、いい動画だな、この後ももっと見てみたいなと思ってくださった方は、ぜひこの下のチャンネル登録っていうボタンをクリックしといてください。私実を言うとね、ボーリングテストね、1万回ぐらい練習したんです。そしたらね、めちゃめちゃ精度上がりました。ボーリングテストのやり方を知った当初の私は答えがブレブレでした。ニュートラルな自分が作れなかったから。だから自分が望むような答えをどうしても期待しちゃって、で、なんか中途半端だな、答えがわかんないっていうようなことも多かったし、答えがイエスの間違っていたっていうことも多かったんですよ。これはね、もう何をやるにも最初はどんな人もそうです。最初から完璧にうまくやれる人はいません。車の運転と一緒でね。ねえ、運転初日ですけど、F1 レーサーと張り合いますっていう人はいないわけですよ。だけども、練習を積んでいったら着実に上達できます。はい。じゃあ、私がどのようにして練習を積んだのか。例えばね、こういう方法を取りました。電車に乗った時にね、一人で乗ってたら結構退屈でね、今だったらついついスマホ見ちゃいますけど、昔の話なんで、一人でぼーっと乗ってたんですよ。そんな時にね、周りを見渡したら知らない人がいっぱい乗ってます。で、全然知らない人を一人ターゲット決めて、あの人は次の駅で降りますか？で、一人ボーリングでイエス・ノーを測るわけです。で、実際に次の駅に着いた時に、その人が降りるかどうかで答え合わせができますよね。こんな風にしてね、最初の頃はね、外れたなとか当たったなとか一喜一憂しながら練習を積みました。で、何の感度で1万回ぐらいいろんな練習法をやりました。例えばこういうのもできます。お家にもしもトランプがあるなら、トランプをね、こう混ぜてね。で、テーブルの上に伏せておいてください。で、1枚目から順番に、このカードは赤ですか、黒ですか、イエス、ノーで測ります。その後めくってください。答え合わせができますね。こんな風にして何十回か練習をする。こういうことを繰り返しているとね、まあ1万回ぐらいやるとかなり精度が上がるんですよ。まあ1万回っていうのは、うわ、辻さん、1万回ってすごいな、多いわって思ったと思うけど、まあ正直、最初はね、ブレブレで答えが間違ったりしますけど、まあ5000回ぐらいやるともうかなり精度が上がってきますから、おお、使える使えるってなってきます。なので、実際1万回こなして達人になってから使おうって思わなくてももちろんいいんです。もう初心者のうちからスーパー行ったら、これどうかなーなんてボーリングテスト一人でやりながら選んでみてください。例えばね、お味噌買おう。何種類かいろんなメーカーのが並んでる。どれ買おうかなって迷った時なんかに、そう、やっちゃいけないのは、どれが美味しいですか？これは答えが出ません。まあ、仮に出たとして、買ったとしても、うわ、美味しくなかったっていうこともあります、実際。けれども、まあ、原材料何々、これは本当に表示されている通り、正しいことが書かれてますか？イエスの。こういうような質問は、はっきり答えが出ます。まあ、そんな風にして選んでみてもいいですね。でね、
ちょこ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 初心者のうちから練習も積みつつ、使っていくと楽しいです。でね、あなた自身の心が非常に無心の穏やかな内だ状態で、心が整っているときは、正確な答えが出ます。で、逆にね、ああ、今日はブレブレだ。期待が大きすぎて答えが出ないっていう日もあります。いいんです、いいんです。それも含め、楽しんで練習してみてください。そして、面白がって使ってみてください。答え合わせができるようなことでやると、本当に面白いです。で、実際、練習していくと、マジで上手くなりますよ。そしたらね、さっき言ったみたいに、私のように、あ、あれどこ行っただろう、ハンコがない、どこ置いた、置き忘れた、こういう時にも使えるし、お財布どこ行った、鍵どこ行った、こういう時にも使えるし、何々さんは昨日のあの会に出席してたかな、欠席だったかな、あなたがその場にいなくても、誰かに電話をかけて聞かなくても、オーリングでチェックできますし、本当にいろんなことが便利です。で、そのようにして楽しく使ってみてください。これね、本当ね、使いこなせるようになると、ちょっと魔法使いチック。だけども、これは私はスピリチュアルのジャンルに入れる必要はないと思います。あなたの体の筋肉の反射が、要は強まるっていうことは力が入ってる、みなぎってるってことですね。パワーがアップする。あなたにとっていいっていうことですね。で、力が抜けるっていうのは、力が消耗している、萎えている、踏ん張れないっていうことなので、あなたに合わないっていうことです。で、これは他の人にとっては違うかもしれません。そういうことです。はい。じゃあね、最後に、この筋反射テスト、ボーリングじゃない方法で、腕の筋反射で調べる方法もあるので、それをご紹介して終わります。はい。今から、筋反射テストで、ボーリングテストではないんですが、同じテストができますので、そのやり方もお見せします。まず何もない状態で一人の方が腕を水平に伸ばします。そしてもう一人の人はこの腕の力を下向けに腕が下がるように押してください。で、どれぐらいの力で抵抗して、どんな感じか力加減を見ます。続いて片方の手にいいお塩を置きました。これでこのお塩がこの男性の体に合ってるかどうか筋反射でテストしてみましょう。押してください。下に向けて手を下ろそうとしますが、ガチッと入っておりませんね。はい、OK です。こんな風にしてね、いまいちこの人の体質に合っていない食品だったり、お塩だったりする場合は、抵抗しても割とすんなりと腕が下がってしまうっていうことですね。じゃあ続いて、生成塩でやってみましょう。生成塩を片方の手に乗せて、で、男性の方はそのまま水平で抵抗してください。はい。お、わざとやってませんね。はい、こんな感じで腕が下がってしまいました。以上が筋反射テストでした。はい、というわけで筋反射テスト見ていただきましたが、いかがでしたか？いろんなやり方があって面白いでしょ。まあ、筋肉っていうのはね、本当に無意識の働きですよね。自律神経によってある程度こう自動的に反応しているわけです。なので、あなたの脳、思考が判断つかないことも、あなたの筋反射で答えがわかる。そう、すごいですね。答えは全部あなたの中にあり、実はあなたは知っている。というわけで、今日から面白がって使ってみてください。お友達とね、いろんなの調べるのも楽しいですよ。あなたに合う食品食材なんかもね、結構分かって面白いです。体に悪いってされてるものはね、案外は食べても大丈夫だわっていうものもあったりもしますよ。いろいろやってみてください。じゃあ今日はこれで終わりますね。見てくださって本当に嬉しいです。面白かったっ
って思ってくださったなら、ぜひいいねやチャンネル登録していただけるととってもとっても励みになります。じゃあまたお会いしましょう。さよなら。今日の内容いかがでしたか？当協会 NPO 法人日本霊気協会では全国主要都市でアチューメント講座を開催しています。初級、中級、上級、まずは初級へお越しください。約半日の、講習を受けていただくと、誰でも才能、質に関係なく霊気を使う準備が整います。あとはね、ちょっとコツつかむまで2、3ヶ月自宅とかで練習していただく必要はありますが、コツつかんだらね、自分にセルフヒーリングもできるし、ご家族や大切な方、ペットにも、ヒーリングが行えるようになりますよ。あとね、練習会も会場でもやってますし、オンラインでもやっています。オンラインの方はね、オンラインサロンレイキスタっていう名前で自宅で練習していただいたり、こう質問にもね、いろいろお答えしていますし、レイキの疑問や基礎が大体把握できると思います。詳しい説明はね、説明欄、概要欄から見てください。で、 LINE 登録していただいたらね、お得なお知らせ、こちらからお届けします。じゃあまたお会いしましょう。ありがとうございます。またです。